それでは村田春樹さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。たくさん大勢の方をお集まりいただきまして本当にありがとうございます。ちょっとマイクどっちが声がいいですか。こっちの方がなんかいいみたいな感じですけどね。どうでしょう。まあ、私カラオケ歌うわけじゃないんですけど、実は今日ですね、私直前まであのチャンネル桜で3時間討論番組に出ておりまして、当選問題なんですよ。それでもう録画3時間やりますとね、もうヘトヘトになってる。ところが今日皆さんこんな大勢おいでいただいてるんでね、疲れもすっ飛びました。ありがとうございます。ちなみに、ね、宣伝するとその番組はですね、非常に面白い討論番組で、来週の土曜日に夜8時にですね放映されますんで、まあ、いきなり宣伝ですけどね、ぜひご覧いただきたいと思います。さて、私ですね、まあ、独演会というのをですね、まあ、始めさせていただいてね、最初2年前はですね、お客さん来るかなと思ったんですけど、まあ、意外においでいただいて、昨年は第2回目がですね、台風が来ちゃったんですけども、それでもまあ100名ぐらいの方おいでいただいて、まあ、今日もおいでいただいているということで、本当に感謝しております。人前でお話しするようになったのはですね、本当ここ3年ぐらいなんですけどね、それまでマイクというのはカラオケ以外に握ったことなかったんですけど、まあ今日もね1時間20分ほどですねお話しさせていただきますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。私前からですねこのタイトルでやりたかったんですよ。朝鮮から引き上げた人っていうのはどういう思いをしてきたのかなということを非常に興味ありまして、私ね 7、8 年前から朝鮮引き上げ者の方とね結構お付き合いさせていただいて、もういろいろな方の話聞いたんです。それから引き上げ者の書いた本ですね、これもね相当読みました。それで、まあ、今日はその前集大成っていうことじゃないんですけども、一体ね昭和20年の8月15日以降ですね、朝鮮にいた日本人はどういう思いをしたのかなということをちょっとお話したいと思うんですね。その前に前段階として、まあ、お手元の資料をご覧いただきたいんですけども、8月15日の前段階としてですね、まあ、昭和20年の7月26日にご存知の通りポツダム宣言が発せられますね。このポツダム宣言というのは、まあ、ご存知の通りですけど、アメリカ、イギリス、そしてチャイナがやったわけですけども、このポツダム宣言の中にですね、カイロ宣言の条項は履行せらるべく、また日本国の主権は本州、北海道、九州、四国および我らの決定する諸孤島に極限せらるべし、我らの決定する諸孤島に極限せらるべしと、これがカイロ宣言なんですね。ポツダム宣言なんですね。じゃあカイロ宣言ってどういうものかというと、昭和18年11月にですね、カイロ宣言は同じく米英チャイナでですね、前期三大国は朝鮮の人民の奴隷状態に留意し、やがて朝鮮を自由かつ独立のものたらしむるの決意を有する。奴隷状態に留意、朝鮮半島は日本の奴隷状態だったんですか。これはね、このカイロ宣言聞いた日本人はみんなびっくりしたわけです。奴隷状態、この奴隷状態って言葉がですね、皆さんね、こっから一人歩きしていくんですよ、ね、戦後書かれた日本人が書いた朝鮮の歴史の本の中にもですね、この奴隷状態って言葉がですね頻繁に使われるんです。朝鮮連行は奴隷狩りだった、ね、畑田なんとかっていうですね、人が書いてるですね、朝鮮の歴史という本があるんですけども、それにはですね、朝鮮連行、それはまさに日本帝国主義による奴隷狩りにほかならなかった、
私、奴隷狩りっていうのは、アフリカで黒人をですね、捕まえてですね、大西洋を渡って連れてった、あれ奴隷狩りやってると思ったんですよ。人間そのものを奴隷狩り同様に連行した太平洋戦争下の日本帝国主義の朝鮮に対する植民地政策は、うんぬんかんぬん。実はね、これどうして奴隷状態かっていうとですね、アメリカは日本をなんとか悪口で終わらせようと思ったんですね。ところが日本軍っていうのは戦争してもですね、強姦はしない、略奪は暴行はしない、放火はしないでしょ。で、日本という国には奴隷がいないでしょ。連合国どうですか。略奪、暴行、強姦欲しいままにしてですよ。さらにですよ、アメリカにはその時点で奴隷がいたじゃないですか。そうですよね。なんとか日本をアメリカ以下にですね、抑え込もうと思って、奴隷がいる、奴隷がいる、それにはね、朝鮮が一番いいやと、気がついたんです、彼は。まあ、ご存知の通りですけども、大正8年のですね、ベルサイユ条約の時、パリ講和会議ですね。その時に日本はですね、連盟、国際連盟規約にですね、人種差別撤廃という条項を入れようとしたんですけども、要するにルーズベルトが反対でできたんですよね。あ、ウリソンさん。さすがですね、今日投資のレベル高いな、うっかりそうと言えないんだ。このウィルソンがですね、やったことをですね、ルーズベルトはですね、これはいいやと、先祖がいいことやってくれたってことでですね、で彼は戦争中の昭和19年の8月12日にですね、演説してですね、ルーズベルトは、アジアの人々は日本の奴隷になることを欲してはいない。我々が解放する。我々が、アメリカが日本の奴隷になっているアジアの人たちを解放するって言ったじゃん。これはね、私はね、今でもそういう歴史観が生きてるんですよ。そう思ってる人がいっぱいいるんですよ。一方にたくさんいるんですよ。それでね、さらにですよ、朝鮮人が日本の奴隷だったんだけじゃなくて、日本人も日本の中で奴隷状態だったんだって言い出したんですよ。戦前は。そこに書いてありますでしょ。昭和21年11月、何人もいかなる奴隷的拘束も受けない。これは何だかご存知ですか。日本国憲法の第18条なんですよ。アメリカは戦前の日本は奴隷的状態だったんだ。奴隷的拘束を受けてたんだ、日本人は。それを解放してあげたんだ、今後は奴隷的拘束を受けないよっていうふうに憲法に書かせたんですよ。それを御所を大事に今でも持ってるんですよ、日本人は。お人よしですね。戦前の日本が奴隷状態だったんですか。 NHK の朝の連ドラのお日様見てくださいよ。あれで出てきた人たち奴隷だったんですか。今やってるカーネーション、昭和の初めですよ。女学生が出てきますよね。奴隷だったんですか、皆さん。そういうふうに彼らは日本を決めつけて、さらに日本人はすっかりその気になってですね、奴隷状態だったって言ってるわけですよ。でね、なぜここにね、私いろいろ言うかというとね、後から出てきますけども、まあね、アメリカはひどいですよ。昭和12年にはね、日本は世界のバイキンである。隔離しなきゃならない。こう言ってるわけですよ。でもね、アメリカは、そのね、戦前の時点でですね、アメリカ国内に黒人がたくさんいたわけでしょ。さっきも言いましたけど。でね、ジムクローチ法って法律があったんですよ。で、黒人を差別していいっていうか、差別しなさいって法律だったんですよ。このジムクローチ法っていう法律がなかったらいつかご存知ですか、皆さん。昭和39年ですよ。東京オリンピックの年ですよ。ジムクローチ法ってのはいろんな法律がありますけどね、一例を挙げますとね、病院に一人でも白人のナースがいたら、黒人は患者になれないんです。すごいでしょ。で、病院に黒人の、病院に連れてったらね、白人のナースがいたらね、断られるんですよ。門前で死んでいくわけです。今のチャイナの病院の前で一緒ですね。あそこはお金がないと門前、病院の前で死んでいくんです。
朝鮮半島がどれ色だったんですか。慶城帝国大学の医学部の学生の 40% は朝鮮人ですよ。朝鮮人のお医者さんがいて日本人が先生と言って見てもらってたんですよ。どれ色だったんですか皆さん。私今日これをね、しつこくね、最後で言います、ね、今ね、日本人があの35年間の日本の統治時代をですね、巨大な牢獄だったって日本人が言ってるんです。巨大な牢獄、冗談じゃない。少なくとも北半分の人たちから見ればね、当時は天国だったんですよ、日本時代は。まあいいじゃん、それは置いときますね。さて、昭和20年の弟の令状見てください。8月の8日にですね、午後11時50分、朝鮮人の80人がですね、トマン港というのはですね、2枚目に地図がありますけども、地図の右の一番上の方ですね、右の一番上の方にですね、もうあの本当に小さくですね、一番端っこにですね、羅針とかですね、勇気とか書いてあるんでしょ。でね、朝鮮半島はご存じない方いらっしゃいますけど、多いんですけども、朝鮮っていう国は、チャイナだけじゃなくて、ロシアとも国境を接してるんですよ。わずか数十キロですけど、一番日本海側でですね、向こう側はソ連だったんですね。そうすると、日本の、朝鮮半島の一番北側のですね、チャイナに面したところにはですね、非常に治安が悪かったんですけども、日本が満州国を作ったおかげで、その満州国が安全だったもんですから、朝鮮半島にはですね、まあ、平和が訪れたわけですよ。でもその右の方のロシアのとの国境沿いからですね、いわゆる共産ゲリラが毎年冬になるとトマン港が凍りますんで渡ってきてですね、略奪暴行をしてたわけですね。そのトマン港を渡ってですね、11時50分に来襲し、11時55分にはソ連軍がラシンを爆撃し、つまり8月8日に向こうは攻めてきた。そして9日の0時4分にソ連軍が勇気を爆撃し、本格的に、まあ、ソ連、当時のソ連がですね、侵略を開始したわけですよ。まさにこれこそ侵略ですよ、皆さん。日ソ中立条約を破って侵入してきたわけですからね。さて、この9日の午前11時2分に長崎にプルトニウム型原爆が落とされたわけですね。ことここに至ってですね、昭和20年の8月10日に午前2時30分、午前会議において請願が下るわけです。ポツダム宣言を受諾する。このことを午前6時45分に国対護持を条件にポツダム宣言受諾が通告されたわけですね。これはですね、連合国にもちろん通知されて、連合国が日本がポツダム宣言を受諾したぞってことを短波放送で世界中に流したわけですよ。だからこの時にほとんどの短波放送を聞いてる人はですね、ああ日本が負けたのかなと思ったんです。実際私はですね、引き上げ者のおじいさんから慶城ソウルでですね、短波放送でモスクワ放送が日本が手を挙げたってことを聞いたと。でもその時は暴虐だと思ったんです。でもね、この短波放送を聞いてロンドンではですね、ピカデリーサーカスで、ね、若者が踊り出すとかですね、いろいろな反応があったわけです。でもこれに対していわゆる有名なバーンズ回答という、まあ、バーンズ国務長官がですね、回答して国体護持を条件、つまり天皇陛下は天皇陛下のままだよと、こういう条件を、いや天皇の地位は連合国の司令官にサブジェクト2継続すると、こういう通告をしてきて、再度会議が開かれてですね、その間に13日の午前11時30分にはソ連軍は精神に上陸したわけです。14日の午前11時に再度聖弾が下るわけですね。ポツダム宣言に落する。ちなみに皆さんね、大政奉還ってことはご存知ですか。大政奉還、慶応3年1897年に京都二条城において大政が奉還されますね。幕府から朝廷に。日本の歴史でもって1回だけではないんですよ、大政奉還というのは。昭和20年の8月に
再び体制は崩壊された。もう政府や軍部ではどうしようもないんで、全ての権限を天皇陛下に移譲しますんで、天皇陛下ご判断ください。体制